日本神奈川県横須賀市三春町三春町は神奈川県横須賀市の町名。現行行政地名は三春町1丁目から三春町6丁目。住居表示未実施区域。面積は1.066平方キロメートル。郵便番号は238-0014。横須賀市の本町の管轄の最東端である。国道沿いと駅周辺を中心に市街地が広がり、他には 住宅街が形成されている。東側は大津町、北側は平成町と東京湾、西側は富士見町、南側は広報町に接している。住居表示は未実施であるが、地盤整理を行ったために、住所は整理されている。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば、三春町5丁目9番61の地点で15万2千円。 平方メートルとなっている。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。中心を横断するように、京急本線と京急栗浜線が通過する。京浜急行バスが乗り入れている。また、堀内営業所が所在するため、堀内駅バス停と堀内バス停を始発、終着にするバスが多くある。北側を 国道16号と国道134号が横断する。国道134号は、三春町に所在する救急医療センター前交差点が起点である。通学区域は以下の通りである。また、公立学校選択制により以下の中学校に通うこともできる。ありがとうございます。